こういう事案が多分ジャニーズ事務所だけじゃないと思うんです。その世界で考えたらもっといろんなところでこういうことってきっといっぱい起きてて、そういうのがなくなっていくためにのきっかけになれたらいいなと思ってるんで、だからそのジャニーさんに対してのなんかこう恨みとかっていうことは一切ないけれど、もうこういうことが同じような思いがする人が本当にゼロになれるよう、近づけられるようにっていう思いでいます。